さき、おじさんはいつかテーマパークを作る。それもテレビゲームを題材にしたやつだ。お前も思うだろう。テレビゲームの中のヒーローやヒロインに会ってみたい。あんなところに行ってみたいってさ。まもなく金浜駅、金浜駅。皆様、本日はようこそカネドーブロッサムランドにお越しくださいました。このテーマパークをプロデュースしましたゲームクリエイターの稲船でございます。さて、当ブロッサムランドですが、もしかして仕込み？このテーマパークのマスコット、カネドーくんは実際に始末しました。ここからはこの私が悪だぶ。私
中古なる一番大事なもの、それはお金。そして一番許せないもの、それは無駄遣い。というわけで、この無駄金をミミズのごとく使った無駄施設、この金のブロッサム、いえ、略して金のブランド、またやりたいと思いまーす。はい、皆さん、こっちにご注目。お出ましみたいだな。やっと、まったく、待ちくたびれたよ。しかし、声はそれども姿が見えませんね。一体どこから。あそこだ、あの像の裏から声が聞こえる。アクション。では次のことはないようですし、本題に入りましょうね。本日お集まりいただいた皆さんには、つまりここにいる皆さんは、この魔王ワルド軍に立ち向かう7人の勇者様ってわけよ。魔王って自分で言うか。普通奔放な方ですね。雑談タイムって言われてもさ。まあ魔王への旅を共にするとなりゃ、名前が必要になるのは確かだな。素性を明かすことは他人を信用する道につながる。まずは俺から名乗るとしよう。俺は指導スバル、警部補だ。警部補。当然だ。この通り警察手帳もある。へえ、すごい、本物初めて見たよ。非番でその格好はねえわな。ああ、オープニングイベントの警備を指揮していた。おいおい、それじゃあ何か。こんな状況を招いた元凶が勇者様の一味なのかよ。
まあまあ、ここで私たちが争っても何も始まりません。落ち着いていきましょう。私は浦部君麿と申します。職業はご覧の通り占い師です。ではお次はあなたですね。目押しコータ無職。うわ、暗っ。次は僕の番だけど、僕は名乗らなくてもわかるよね。テレビで見たことあるでしょ。いや、申し訳ありません。私も世俗には少々疎くて。テレビに興味がない。ああ、見たような気はするんだが、悪いな。この先必要ないと判断した知識は頭。嘘でしょ、人にも。うわ、ショック。少年時代ジュニア知らないの？一応今日のイベントにもゲストで招かれてた芸能人なんだけど。やっぱりおじさん世代には知名度が低いんだな。もっと頑張ろうっと。というわけで、若さとは、改めてよろしく。よし、俺はみたらし流星。職業はホストだ。なあ、銀座のユリシーズって店でナンバーワンを張ってる。姉ちゃんも俺の店に来ればいつでも最高の夢を見せてやる。刑事に占い師、無職、アイドルときてホストまでいるのか。なんとな、見事にバラバラな面々だな。おい、そういうあんたは何者なんだよ。人に名乗らせておきながら自分はだんまりって。ああ、失礼。確かに情報はギブアンドテイクが基本だな。俺は調べ歩む、フリーのライターだ。ここにはオープニングイベントの取材で来ていたんだが、まあご覧のありさまだ。さて、最後はあなたですね。こんな得体の知れないゲームに自ら参加した物好きか。予想はしてたが、本当に高校生かよ。なんというか若いな。信じられないよ。僕だったら速攻で逃げる。っていうか、正直今も帰りたい気持ちでいっぱい。帰っていいのなら僕も。つうか、ワルドブーの野郎はどうしたんだよ。この像を蹴飛ばしはまた出てくるか。おい、あれを魚でするような行動は慎め。人質の安否が不明なうちはむやみに動くな。さすが刑事様は言うことが違うな。てめえよりも他人の心配か。人命を優先するのは当然のことだ。警察官としても人としても。確かに人質の方たちのことは気になりますね。そうだ、私の水晶で占ってみますか。悪いが、俺は非科学的なものは信じない。そうですか、それは残念。はあ、早く帰りたい。座りたい。お
つうな。ここでいやいいだろ。まあまあ、みたらしさ、状況が状況ですし、今は彼の言う通りに。なん。とりあえず従った方がいいんじゃない？ここでぼーっとしてても進まなそうだしさ。そうだな。まずはタワーの中に入ろう。情報は足で稼げってな。玉座なんかに腰掛けやがって、ふざけてんな。おい、聞こえるぞ。人質の身に何かあったらどうする？くっ。検査も結構ですが、まずはこのゲーム7つのルールを説明させてください。階段の下に何やら怪しげなものが置かれておりますね。青い布がかけられて。おい、ルールを説明する。皆様には一日一つ命をかけてアトラクションに挑んでもらいます。さて、それでまず一つ目のルール、ゲームのタイムリミットは7時間です。はぁ、あ、そして二つ目のルールは、この私に決して手を出さないこと。当然私の配下でもあり、あの子に手を出すのが NG です。次のルールは、3つ目のルールは当たり前のことですが、危険に巻き込まれても自己責任だということ。あと、せこいな。で、4つ目は、ゲームのクリアに失敗するとアトラクションは問答無用で爆発。ち、そして5つ目のルールは、外部との連絡は禁止いたします。絶対禁止。連絡禁止？どうしよう、スケジュールに穴が開いて。それはそれはご愁傷様。こんな場所に遊びに来てしまったばかりに、お気の毒。で、次は6つ目のルールですが、外部への脱出も禁止。そして7つ目、もしルールを破ったら人質は死亡します。要せ、感情に流されるままに行動するのは愚かな人間のすることだ。うっせえ、俺はあいつのこと一発殴ってやんねえと気が済まねえんだ。そうですよ、ルールにはワルドブーに手を出すなとありました。破れば人質の身が危うくなります。縮小。安心しました。なるほどな。その通り、悪く思わないでくださいね。あなた方がルールを守りさせてくれれば、私はひどいことはしません。あなたで帰って引き落とすような真似はね。なんてことだ、檻の上に鉄球が。あんなのが落ちてきたら、もうなって証拠だな。抵抗できない相手に向かって、なんて卑怯な。
もし不審票が消えたら電話をつけて、危ないところですかね。とにかくあなた方には7つのルールを守った上でアトラクションのクリアを目指してもらいます。アトラクションの前には謎が仕掛けられていますので、皆さんで力を合わせてそれを解いて進んでください。クリアできなかったらアトラクションは爆破。ルナを背負いましたが、アトラクションの爆破と同時にあなた方も吹っ飛んじゃいますのでお気をつけください。え、なんだってアトラクションをクリアできないってことはアトラクションから脱出できないってことですよ。これは命をかけたゲームなんですよね。夢をするだけですよ。ああ、もう何なんだよ。どうして僕がこんなゲームに参加しなくちゃなんないんだよ。ようやくおいでなすったか。今日のゲームの舞台は RPG ワールドとなります。さあ皆さんどんどんと移動してくださいね。一つだけ明確なのは、これから行う。んなことさっきあの豚が言っただろ。まあ確かにそうだが、今は状況を整理する必要がある。それにこのランドの詳しい情報が必要だ。ちっ、武士道ファンタジー7。なんだお前、やけに詳しいじゃねえか。別に、たまたまだ、たまたま。お前が詳しいのも、やつと同じくたまたまなのか。関係者。それではもしや、先ほどの檻の中にいらしたのでは。なるほど。それでガテンが言った。身内を救うためにお前は女だてらにこんな危険なことに首を突っ込んだのか。それは胸中お察しいたします。まあとにかく今俺たちはその武士道なんとかというアトラクションに向かっている。武士道ファンタジー7は妖怪の主ヌラリヒョンに支配された江戸の国を取り戻すために、ヌラリヒョンが君臨する大江戸城を目指して武士が仲間と共に旅をする RPG。 ほう、お前さんやけに詳しいな。元になったゲームを知ってるのか。あ、ゲーム好きなんだ。今日だって会場で限定の DLC が配布されるって言うから来た。あ？ DLC？ な、ダウンロードコンテンツのことだよ。うん。とにかくこれで元ネタの内容は大体つかめた。
問題はそれが一体どんなアトラクションになってるかだな。ワルドブーのことです。考えもつかないような罠を仕掛けているに違いありませんね。だろうな。あとは実際にこの目で確かめるしかないようだな。ワルドブーの像、おそらくあのモニターを通じてまた奴が何か言ってくるだろう。そうでしょうね。もうやだよ、帰りたいよ。おい、若さとは。お前の気持ちもわかるが、ここはもう進むしかない。立て、彼女も気丈に振る舞っているじゃないか。確かにそうだな。そんなにビビってるやつを連れてっても足手まといなだけだろ。俺も同感だ。そんな人間がいると。それにこれから先のことを考えたら、戦力は温存しておくのが上等。考えたくはないが、万が一このアトラクションを失敗したら誰が人質を助ける。そうとなると全員でアトラクションに入るってのもバカバカしいぜ。一つのアトラクションごとに一人か二人でいいだろ。じゃあ僕はここで。仕方ないな。全員で行くぞ。分かったよ。それでは黒子に従って城内にお進みください。なんとなくだけど。なんだ、こいつら喋れないのか。そんなことはどうでもいい。行くぞ。おい、ここはどんなアトラクションなんだ。さっぱりわからんな。ここに来るまでにも何人か見かけたが。おい、みんな、時計を持っているやつは。制限時間に。ああ、みんなも気をつけてくれ。ここを進むようですね。これは大層な部屋ですね。
をかけられた。どうしよう、本当に閉じ込められちゃったよ。おいお前、勝手な行動は慎め。ま、おいおい、ちんたらやってたらどんどん時間が過ぎるだけだぜ。己が宿命に目覚め、魔性のあやかしヌエを打つべし。打てざればヌエの毒にて死すべし。何かのヒントか。ヌエか、多分あの像のことだ。ヌエは確か日本に伝わる伝説の生き物です。なんでそんな像がここに置かれてんだ。みんな、そいつから離れよ。これってもしかして毒ガスなんじゃない。ああ、おそらく有毒。なるほど、これがヌエの毒ってわけか。打てざればヌエの毒にて死すべし。とりあえず下手に動かない方がいい。煙の逃げ場がないからな。動けば動くほどガスが広がる速度を早める可能性がある。どうしよう、このままじゃ死んじゃうよ。叫ぶな、空気を乱すんじゃない。それこそ死期が早まるだけだ。ああ、そうだ。それまでに謎を解くぞ。いちいちビビりやがって。貴重な酸素が減るだろうが。なんで、なんでみんなそんなに落ち着いてられるんだよ。おい、そんなこと知るか。誰か外にいるんだろ。開けろ、開けろよ。おいてめえ、人の話聞いてんのか。空気がなくなるっつってんだろ。あ、そうだ、絶対に大丈夫だ。ほら、見てください。ガスの吹き出る速度は意外と緩やかですので、まだ時間はあります。己が宿命に目覚め、魔性のあやかしヌエを打つべし。打てざれば以下の言葉の意味はそのままですから、私たちはまず己が宿命に目覚めの意味を考えるべきでしょうか。ひとまず周囲を調べて情報を集めるべきだろうな。ちっ、めんどくせえ。わかった。が、なんで君が決めているんだ。それにどうしてこういう組み合わせ。いや、なんでもいいだろ、あんなもんは。
この人型のシルエットは何だろうか。見たところ格闘技か何かの表示かと思えるが、そのカードの下に、あ、本当だ。武士、格闘家、呪術師？うん、特に格闘技にこだわっているというわけではないのか。これもしかして RPG とかに出てくる。そうだ、光ってるのは。おい、目押しコーダ。ああ、内容をザ・武士道ファンタジー7は、武士である主人公が旅をする中で様々な者たちと出会い、最終的に7人パーティーになるんだ。おそらく7人の。でもその7人の勇者の中で格闘家のキャラだけが光ってる意味を。ひとまず一旦像を調べていたチームと合流して情報を整理しよう。パネルと像、この2つの要素が一体どう絡んでいるのか。そして、こんなんじゃ拉致が開かねえぜ。一か八かボタンを押してみるべきじゃねえか。おい、よせ。お、今度は呪術師のカードが光った。あ、本当だ。やってみるもんだ。ビクビクするんじゃねえ。これ以上むやみに触るな。うるせえ。俺に指図すんじゃねえよ。みたらし流星、お前。なんだよこの音。呪術師のカードの色が赤になっています。なんだと。それにヌエの口から出てくるガスの量が増えた。お、うん、貴様、状況が分かっているのか。行動の一つ一つに俺たち全員の命がかかっているんだぞ。悪かったって。でもよ、俺が思い切ってボタンを押したおかげで、ボタンに何かの法則があることが分かったじゃないか。それはそうだが、しかし万が一のことを考えて、もう少し話し合ってから。今の流れを見ていて、武士道ファンタジー7ではヌエは中盤の山場のボスで、確か倒し方が特殊なんだ。特殊？ヌエの弱点は弓矢。ただ弓矢で攻撃するためには一定の手順が必要。まず格闘家の必殺技を足にぶち込む。そしてヌエの足を止め、次に呪術師が尻尾の蛇を眠らせて攻撃無効化の魔法を遮断する。最後にようやく狩人が弓で攻撃してヌエを倒す。そうか、それで最初に格闘家のカードが点灯してたんだ。で、たまたまみたらしさんが足のボタンを押して、今度は呪術師のか。なるほど。そして次に誤って腹のボタン。おそらく。それじゃあ、そうそう、尻尾だったな。情報ってのは正確さが命。その場その場の出来事を正しく覚えておくのも大事なことだ。お嬢ちゃん、なかなか見。
それでは今度は。赤くなっていた呪術師のカード、よかった。あっ、よし。おい、目を。ごめん。はあ？はあ、当てずっぽ。弓の攻撃。確か「平家物語」によれば、ヌエは源頼政が先祖である源頼光から受け継いだ弓で対峙した。ゲットすると、その時に矢で貫いたのは源頼政ヌエ退治の図や神。そうだ、確か。なるほど。それでは、なぜだ。要件は全て満たしているはずなのに。それとも何か間違っているのか。ゲームでの攻略方法に気を取られて、アナウンスのことが抜けてしまっていたな。よく気づきましたね。己が宿命に目覚めとは、自分の宿命に気…あの職業を示すか。あいつが怪しい。あのさ、なんだ。元のゲーム、ああ、だからカードも7枚あるんだよね。今ここにいるのもちょうど7人なんだけど、もしかしたらこのカードは。なるほど、斧が宿命に目覚め。はは、なるほどな。しかしよ、なんで俺が格闘家でそいつが呪術師なんだよ。イメージではないでしょうか。あ、実際の職業というより、まあ、漠然とした我々の人物。そりゃお前。俺？いやまあほら。それ、いや。あ、見て。床に溜まっていたガスは。やれやれ。しかし、いや、おそらく今後も。はあ、まだ第一ステージだぜ。こんなもん序の口だろ。このテーマパークのアトラクションは全てこういった形で致死性のあるものにすり替えられているはずだ。やれやれ、危険に巻き。鎮守の間クリア。報酬アイテムを入手しました。報酬は
巻物が入っ残りの謎は、ああ残りは5時間とっとと先に進んだ方が良さそう。ああもう生きた心地がしない、帰りたい。なんか光っているカードは一瞬反応が遅れてたら串刺しになるところだっただな。しかもこの矢普通に比べて相当太い、おそらくボウガンの矢だな。まったく一人で死ぬのは勝手だが、できれば不用意な真似は遠慮してくれないか。もしかして壁にある妖怪の口。おそらくそうだろう。妖怪の顔の前を通ろうとする。怨念渦巻く回廊、みだりに進むべからず、あやかしの歌に耳を傾けよ。ち、今頃みだりに進むべからずな。今度はあやかしの歌に耳を傾け。まずは一つずつ。つうてもよし、何にしても。ああこい、どれ。本当だ、その証拠に。大丈夫だ、やはりこういうしか。心配しなさんな。しかし妖怪の顔は左右に結ぶ。そのようだ。そっ、間違っても誰も責めはしねえよ。それはどうだかわかんないけど、たぐかすかに聞こえた気がしたんだ。あやかし、なるほど。つまりはかもしれないけど、とはいえこのまま。よし、それじゃあもう一度だ。わかった。その音を聞き。わかった。お前は？今。なるほど。若さが気づ。ああ。さて次は。なるほど、それは。え、俺もお前だと思うぜ若さ。雅楽師ってのは歌や踊りって意味じゃアイドルに通じるものがある。わかったよ。どうやら雅楽師は、ふん、たった5秒の間に左右のランダムな位置にあるセンサーに的確。ひとまずあのカードの忍者ってのが誰に当たる。まあ普通に
行くよ。要はリズムゲーさ、判断力と反射神経にある。そうですよ、さっきの毒ガスの時とは違って闇を照らす光により、あや闇を照らす光全やるな。本物。どうやら成功。どうやら。安心していい。これが闇を照らす光によりあやかしは浄化されるってことか。やれやれ。なんだよ、お前やるじゃん。いて、叩く。助かったぜ。ああ助かりました。ありがとう。いや、残るな。はあ、君本怨念回路。地図によると、この上り階段の先残りはよ。ああ、平気だ。タグ、世話焼かせんなよな。ほら、肩貸すから行くぞ。え、さっさとしろよ。普段は家の中でゲームばっかやってんだろ。男ならもちっと体を鍛えとけって。お前ちゃんと食ってんのか。遅すぎんだろ。ほっと。サキさん、大丈夫ですか？ずっと命がかかっている極限の状況です。緊張による疲れが相当たまっ。いえ、遠慮しないでください。無理せずゆっくり登りましょう。時間は十分残っていますから。やれやれ。疲れた。ああ、こんくらいでへばるなんて。あいつの挑発に乗るな。んなことは。やっこさん、俺だろう。くそ、あの豚野郎。
今のはなんだ、嫌味か。俺たちの動揺を誘っているんだろう。お前のようにイライラするのを狙っているんだ。チッ、狙われなくたってこんなところにぶち込まれてずっとイライラしてるってんだよ。だよ。ともかくヤッコさんの言葉で焦る必要はないさ。もうちょっと休んでから先に進もうぜ。目押しもまだ辛そうだ。すまない。ったく、ふざけやがって。あの豚全部済んだらただじゃおかねえ。よっしゃ、気を引き締めていくぜ。ありゃ、ぬらりひょんだ。ぬらりくらりとつかみどころのない妖怪ってことらしい。うん、西洋式の甲冑に手には剣か。これは武士道。美しい。はあ、何言っちゃってんのお前。こいつが美しいだ。惚れ惚れするような造形じゃないか、この滑らかなフォルム。この祈りにて聖なる印を手に入れ、あやかしの王を打ち倒せ。勝利の光が道を指し示す。今度は巫女。とりあえずまずは慎重に部屋を調べよう。情報を仕入れてから言葉の意味を考えるんだ。おい稲船先、また別れて調査をしよう。ああ、どうでもいいから。だろうな。そして聖なる印。日本の妖怪のくせに、か、ええ、騎士への侮辱だ。ゲームとはいえ悪の親玉が騎士だと。どれだ。おや、その穴。これはあとヌエの像と比較してなんだが、この彫像、台座と本体の材質が明らかに異なっているように見える。言われてみればさ、ヌエの像は さて、とりあえずの情報は出揃ったか。次はアナウンスの言葉を情報と照らし合わせていくか。巫女の祈りにて聖なる印を手に入れ、あやかしの王を打ち倒せ。勝利の光が道を指し、し、まず巫女の祈りにて聖なる印を手に入れとは、巫女が、あ、稲船先。そりゃそうだろう。こん中で、それにカードで示されていないのは君と調べさんの二人だけだよね。調べさんが巫女な。もう少しきちんと。なんだと。どういうことだこりゃ。普通に押せたぞ。はあ、ちょっと待て、俺が巫女。どっちかって言えば武士だろう。
マジかよ。このいやはや人は見かけでもくそ、みんなしてバカにしやがって。ていうかどうしてお嬢ちゃんが武士なんだ。おかしいだろ。そもそも稲船、お前はこのゲームに自ら立候補して参加した。つまりお前に割り当てられ。なるほど。ああ、いやいや待て待て待て、落ち着け。単なる推測に過ぎない。だが普通に考えればゲームの設定に俺たち。くそ、ワルドブーのやつ適当な仕事しやがって。本来参加するはずだったやつの頭にはちょんまげでもついてんのか。まあひとまず何でもいいじゃん。うまくいったんだしよ。だね。あ、ここ見てよ。中に何かあるぞ。どれどれ。みたいだな。三つ葉葵。そうかもしれない。これは神道村正。へえ、なんだかかっこいいじゃねえか。聖なるし。アイテムを入。ああ、そいつは。ほらな。なるほど、あやかしの王。お、きっとはライトか。勝利の光が道を指しし。よし、武士ね。何？おい！バカ野郎！大丈夫か？くそ。無茶だ。いい。とっさに体が動いちゃう。とにかく止血し。大した傷じゃねえ。結構な出血量だぞ。アナドルナ、少し痛むが。ありがとうよ。くそ、最後のさ。誰のミスとかそういうんじゃねえよ。別にそういうわけじゃないが。ひとまず簡単な処置はしておいた。どうして。私、でも引き戸はあと2つだよね。もう一度。
確かにそうだな。そいつをすっかり見落として、くそ、自分で気づ、そうとなれば。むやみに触るんじゃない。女のくせに危険に首を突っ込むな。どんな判断だ。確か、その本当にすまない。民間人を守るべき刑事という立場でありながら、みんなを危険から守れなかった。そんな自分にイライラしていたのかもしれない。お前は真面目すぎんだよ。だいたいこんな、ま、お前のことは正直いけすかねえが、これでもた、ま、警部補だ。どっちも同じようなもんだ。まったく。さあ仕切り直したぜ。あら、ねえ、象に触れるの。よし。確かに今度は危険がないとも限らんからな。びっくり。カードが。武士がヌラリヒョンを倒したんだ。なるほど、手順が間違っていった。つうことは左側の引き戸をさ、覇王の間クリア。見て、ゲーム。どれどれ。さあ、お前さんの怪我も気になる。そいつの意味を調べるの。一つ提案がある。このゲームとやらを7日間全てクリアできたら、俺たちに一つ報酬をもらえないか。確かに、これがゲームだって言うなら、クリアしたのに報酬もクリアボーナスもないなんてのはありえない。豚の割には太っ腹じゃ。お前の目的は全くわからないが、これだけは約束してもらう。人質を全員無事に返してもらおう。ちょっと待って、筋肉だ。
チンクシャってもしか、はあ、筋肉だるまだと。ペテンシって なんだ、俺がハゲる、バッすごい剣幕。お嬢ちゃんやるな。どうせ7日目まで生き残れる方なんていないでしょうしね。さて、皆さんお疲れたことと思いますが、これよりホテルが到着するまでの間、自由時間としたいと思います。探索するもよし、レストランで食事するのもよし、せっかくのテーマ自由行動の後は皆さんアドベンチャービレッジの奥に集合する。ちなみにアトラクションは一切動きませんので、あしからずではでは、また後ほど。ホテルがって言ってたな。ま、なんでもいいぜ。彼はきっとこういった遊園地が大好きなんでしょうね。が、本人は隠しているつもりだから、そっとしといてやろうじゃないか。はあ、お昼ご飯も食べてないし、すっごくお腹減った。いいですね。私もいささかお腹が減ってまい、腹が減っては戦はできないという。俺も同行させてもらうとしよう。な、確かにそうだな。どう、俺はひとまず事務所に向かうわ。僕はちょっと下船、一応確認。俺はランドの情報を集めるために中を探索してくる。あ？俺に気を使ってんだな。